내가 이때 애기? 난고 애기다 けど 그소 이따이 それってさ 雨降る前の予感みたいなあれ? 어? 이때 징해요 오산의 古傷的なのと一緒にすんなって 근데マジで痛いわ 痛いなら カラオケショー 一気に解決するって よ、 キララも一緒に帰る? 無理 劇急いでるから キララ! カラオケ行こ だから! 今日は無理だって あれするんだから! ごめんね あれするって謝られてもさ 焦って転ぶんじゃねえぞ あちゃ 転んでも可愛いよね、キララは ちょっと抱きしめたいよね カラオケ! 明日は! 明日は超疲れて爆睡だから無理! 気を流すといいぐ! 来週か 来週は二度とやってこないかもしれないし だから! 青春の思い出カラオケしよう! お前はカラオケ奉行か悪いね今日はお稽古の日なんだお稽古ってバイオリン? そう青春謳歌できなくってごめんよ私の名前は月姫蘭子お察しの通り全世界の月姫駐車場を牛耳っている月姫財閥のお嬢様これまでの人生でもう何万回以上月姫しゃこった頭で呼ばれて少し前までは殺意を抱いていたけどちゃんと蘭子って呼んでくれる萌子が友達でいてくれて救われた とまあ学校での人間関係が少しどころかかなり面倒などこにでもいる複雑な悩みを抱えるセブンティーンってわけでここはもちろん私の住みか一人暮らしレベル上がってないな魔法の効果が弱いんだなこんなへんてこな場所に一人暮らしってことはよっぽどの訳ありだと思うでしょ思うよね普通でもね私にとっての普通は ここにこうして一人でいることなんだそりゃ子供の頃はいろいろあったけど今は寂しくも辛くもましてや痛くも痒くもない感じでたまに夜中に突然涙が止まらなくなることがあってもすぐに萌子がメールくれたりしてこの時代に生まれて人とつながることに事困ることってなかなかなくて 人が思うほどに弱くはないしむしろ強いしそれなりに人生設計は出来上がってるどんな人生設計かって?
殺された母親の仇を討つこと、そしてその相手は父親。そう、父親を殺すこと、それが私の人生設計なの。行くか。好き決め蘭子様ですね。だって聞くまでもないか。おとなしくしてくだされば危害は加えません。さあ我々にご同行ください。ああそう、なら力ずくでどうぞ。この小娘、哀れな姿にしてやろうぞ。卑劣な。部屋に到着しました。ご苦労様です。今回の標的は万事組組長の万事隆で。深町、その前にいいかな、なんかすげえ襲ってきたんだけど、あれ何？ええ、弁解の余地はございません。機密情報を守ることが難しい。それって言い訳でしょ。この仕事ってさ、集中力使うんだよね。無駄な神経を使わせないでよ。相手が手だれじゃなかったからいいけど。今後は一層の努力をして蘭子様の任務のサポートに。あ、ごめん深町、ちょっと静かにしてもらえるかな。蘭子様、ニキータみたいです。ちょっと嬉しいかも。超綺麗。あのピンク。来た。バイバイ、たかしくん。蘭子様、すぐに撤収を。やっぱりキララだ。はい。嘘でしょ。蘭子様、お急ぎください。蘭子、大きくなったな。立派な女子になった。誰？最後の儀式だ。触んな。なんだ今の。深町、うん、この二人やべ。悪いな、恨むなよ。こっちも仕事だ。うんだろ。拉致も拷問も無理だから、できればサクッとやってよね。潔い娘さんで。なんて嘘。ここはやっぱ逃げるが勝ちっしょ。この娘、こま切れにしてやるぜ。ならヘッドショットでどう？セオリー、ガンマ線！銃じゃ無理よ。
私に任せて。友達でしょ。まったくだらないもの切っちゃったよ。あ、ちょっと萌子だよね。萌子だよね。かいうこと。それ何、コスプレ、コスプレなの。なうよ、結構複雑なんだ、うちも。まあいいや、説明は後。そんなことより今はここから逃げなきゃ。あ、ちょ、何。何なのこれ。早いな、もう来ちゃったか。まあいっか、やるにはいい夜だよね、蘭子。萌子、これってさ、簡単に説明できる状況じゃないってことくらい蘭子にもわかるでしょ。そうだね、これが終わったらカラオケ行こうね、萌子。テスト、マジでカラオケ超上がるんですけど。うん、またなんか来たよ。この音。蘭子、乗って。つうか誰。私のお兄ちゃん、紅のレンよ。紅のレンって、だそう。早く乗れ。超イケメン。ああ、家で待ってるぞ、萌子。一緒に母さんのカレー食うまでは絶対死ぬんじゃねえぞ。ここは萌子に任せて。生きろよ。やっぱ全然わからないんですけど。だったら俺も嬉しいがね。よくも、いけない。蘭子くんは下がっていろ。はあ。これこれ。はいや。なんだ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 。行くぞ、蘭子くん。はーい。お若いからにも OK の、お若いからにも OK の、ラパクーカバヒミアンカレーカイン。お若いからにも OK の、お若いからにも OK の、エリエリカウマイ、エリエリカウマイ。ついに規範門が開くのか、それともあの少女が鍵だというのか。視界文書じゃなくて八雲のマニフェストが実現すると、奴の野望だけは何としてでも阻止せねば。
世界は焼かれる。ユリコ、ありがとう。世界の終わりなんて私には関係ない。すべてはこの瞬間のために生きている。意識は街を巡り、夜を駆け抜け、電磁と電波の波に乗って、私はパルスとなり、バラバラ散り散りになって空を飛ぶ。最強のファイアーウォールを突き破り、一点だけを目指して偽物の世界を破壊してきた。孤独な戦いで世界を取り戻して、そこで待ってたのは本当の自分と。友達かな。あの日に戻って、私の日常が帰ってきた。Thank you.
長い一日だった。ねえ、次はシャコちゃんだよ。ジョーさん、あれあれあれ当たってるよ。変な踊りのあれあれ、あれね。って、あれあれって言うなって。よっしゃー、みんなで踊ろう。踊らない、いいね、踊ろう。ちょよし、パーッと踊るか。ロン、騙されるな。戦いはまだ終わってはいない。銀河大戦の幕開けだ。
この戦いは終わらないみたいだけど、この物語は終わる。また繰り返し繰り返し戦って、そして新しい物語が語り継がれる。まるで終わることのないゲームみたいに。お後がよろしいようで。